ベーズにあるキールの胸像をフェリックス・キールはフランスの政治家。ブルゴーニュに移住したアルザス人家庭に生まれた。フランスの国会議員でディジョンの市長を務めた。またカトリックの司祭でもあった。食通としても知られていた。フェリックス・キールは1945年よりディジョン市長であったことで有名であるが、それ以前からも名の知られた人物であった。彼は、 第二次世界大戦中、フランスがナチスドイツの占領下にあった時、ナチスドイツに対抗するフランスレジスタンスの反戦運動のリーダーであった。第二次世界大戦後も長らくディジョン氏の市長を務めており、その後5戦を果たしている。この市長在任中に地元特産の辛口の白ワインと同じく地元特産のクレームドカシストを使ったカクテルを考案したことでも有名。 彼は、リジョン市公式歓迎会において食前酒として、必ずこの新しいカクテルを供すようになり、いつしか、このリジョン市公式カクテルは、市長のせいにちなみ、キールと呼ばれるようになった。つまり、彼は、カクテル名にもその名を残しているのである。彼は、92歳で亡くなる直前まで20年以上に、渡り、リジョン市長を務めたが、 89歳で5回目の市長当選を果たした際に、自らよりも年下の75歳の市長役を、高齢であることを理由に、新女役候補から外すという形で退任させた、ことでも知られる。彼は、食通としても知られている。フランス最優秀料理人賞を取ったことで知られる、ジャンマルク・アリックスは、第二次世界大戦中で3歳だった時に孤児となったが、その時、 キール家で養育されることとなり、その後、フェリックス・キールより、料理の本質などを教え込まれたというエピソードもある。1960年には、ソビエト連邦の首相であったニキータ・フルシチョフを、自分の教会に呼びつけ論争を吹きかけるということも、行うなど、他にも数々の逸話を持つ人物であった。ABCD ・花咲和夫監修。 ザベストカクテル P152 長岡書店1990年6月5日、発行 ISPN4-52220109223 野村正木、カクテルのやり方 P133PHP、研究所1997年7月31日、発行 ISPN4-569557031、上田和夫監修。 カクテルハンドブック P76 池田書店1997年7月31日。発行 ISP の4から2 6 2 1 2 0 0七四の村正樹。カクテルのやり方 P133、134、PHP 研究所1997年7月31日。お発行 ISP の四から5 6 9五5 7 0三一沢井義明監修。 カクテルの実店 P60 整備堂、出版1996年12月20日、発行 ISBN4 から415から08348、X ハット AB 永田7へ監修、ポケットガイドカクテル P36 整備堂、出版1998年1月20日、ISBN4 から415085490、AB 若松製紙監修、 ベストカクテル P156 大泉書店1997年9月5日発行 ISBN4 から278037279ホリー孔一作る飲む楽しむカクテール文献出版1986年4月5日発行 ISBN4 から580902300ありがとうございます